はい、どうも、エーテボンゲです。あれ、ちょっとレモンティー飲んでた。ちょっと、かぶった。はい、あと、ユーポンです。お願いします。お願いします。ちょっとまず、見ていただきたいのがこのこちら。はい、この、まあ、今通話してるユーポンのね、メインキャラクター、まあ一番こいつが育ってるわけよね。もちろん、うん、バトマスの、レベル42で、まあそれはいいんだけど、装備をねちょっと見ていただきたい。ほら強い、ざっこ。どこがすか、どこがざっこ。まあ武器はまあ天空の剣いいでしょう。はいはいはい。でロトの鎧上いいでしょう。ほら、ミラクルコート下まあいいでしょう。お、天空の盾あーいいでしょう。よっしゃ、頭アリアハンの冠、何それ。いや、いい、かっこいいでしょ、ほら見た目がもう。え、受け狙ってんのこれ。いやいや、ガチガチ。受け、笑かそうとしてる。いやいや、ガチガチ。違う、ガチガチだから。ガチなやつ、これガチなやつだから。これはね、ちょっとね、まずいね。頭はちょっとね、まあまあ、ないよりはいいから。そうそう、ないよりマシじゃないですか。そう、そのさらに下の方、2つ欄があるんだけど、装備なし。最悪。エンゼルバッチつけてきます。じゃあいらんわ。いらん、バトマスには必要ないから。マジですか。てなわけで今回は、ユーポンのために、バトルマスターの秘跡を、取りに行こうと思います。お願いします。うん、じゃあ、まあ募集するから、はい、参加してください。はい、ユーポン出発準備 OK をしてください。それは任せてください。では行きます。お、よし、よし、行くぜ。挨拶、マルチと挨拶、拍手、拍手、よし、よし、よし、うん、セーフ。今の挨拶遅れると、本当舌打ちが飛んでくるから、うん、画面の向こうでもう完全にでもう舌打ちされたよ。挨拶5秒以内。5秒以内、そんなルールだった。うん、気をつけます。ありがとうございます。オッケー。で、最初ゲージで、連撃打ってくるから、まあユーポンレベル…あれな、さばき方。落ち着けし、怒りとか絶対しないでね。ダメですか、怒りしないで。もう、まあ連撃はそんなに大したダメージじゃないから大丈夫だと思うけど、まあ盾しとこうか。僕には最強の盾があるんで、うん、盾しといて。で、最終ゲージ、黄色ゲージか飛ぶと、あ、ベギラゴンは絶対にガードしてね。わかりました。うん、ベギラゴンは絶対ガード、ガードして耐えられるかが問題ですけどね。ちょっとさあ、大丈夫、いけるいける。そこね、ギガソ行こう。よっしゃ、それ打ったらガードできなくなるから。下げな。それ打ったらもうガード間に合わないから。やめてくれ。で、その最後のね、その黄色ゲージが飛ぶとね、その怒りのちょっと強めの技がさ飛んでくるわけよ。その時だけほんと気をつけなきゃいけないポイント。なるほど。うん、あ、まあ僕やったね。あの道具間に合う、回復。あ、道具僕には最強の条約層ある。オッケーオッケー、はい、おしないっす。で、これ飛んだら、またチャージクラッシュ。まあ、これは大丈夫でしょ。あ、けどユーポンだったら一撃で飛ぶかもしれない。あぶねえ。あぶねえ。ガードしといて、ガード。で、連撃来るでしょ。この黄色が飛んでから一気に畳みかけたいわけ。はい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 。怒りします、怒り。ダメ。ダメ、ユーポンの怒りダメ。ここら辺でエテたちは怒る。お、これでチャージクラッシュ来るでしょ。
茶色で、ベギラゴンが変わんのよ、これで職業神の方になっちゃうから。おー、危ねえ。やばい、チャージクラッシュされた。行ってくれ。オッケー、ナイス。お疲れ様、お疲れ様、セーフ、よし、あぶねえ。これで経験値バカもらえるから、うまっ、うん、なおかつ秘石が出ると。なに、中身は、あー、イカれる闘志の決意。おお、これが秘石か。うーん、あ、なんすかこれ、もしかして中身違うん、中身違うんよ。この秘石は怒り状態が、あの、ワンタン伸びる。ほうほうほう。やつ。やった、ジムもらえた。あれ、もう一個、あれ、二個手に入ってる？ユポ、もしかして。ちょっと待ってくださいね。どこで見ればいいですか？最後さ、報酬で、もらえ、二個ぐらいもらった気がしますよ。多分同じやつだから、ちなみに、エテが今装備してるやつがこれなんよ。はいはいはい。会心の一撃と魔力暴走の威力が 5% アップ。ほう。とチャージクラッシュのコツ、エテはチャージクラッシュのスキルゲージが 5% 減。うん、今出たのが闘志の決意と HP5。 そう、あの、無効化するのが 15% 上がるってやつ。怒り状態になった時、はいはいはい、なんか弾くでしょ。バトルマスター、たまに弾きます、なんか攻撃をピンって跳ねくんよ。ほうほう、うん、でそれで相手の物理攻撃が無効化したりするんだけど、それが 15% 上がるよっていうやつ。なかなか強いじゃないですか。うん、まあ怒り状態の時だけどね。そうか、うん、リスキーすぎる。そう、だから防御力ももちろん下がってるし、盾もできないよ、けど弾ける確率が 15% 上がるよってやつ。なるほど、うん、でもう一個出たのが力弱と HP プラス5。出ましたね。出てるでしょ。うん、まあまだこっちの方がいいんじゃないかとエテは思う。なるほど、うん、まだ、ね、つけときましょう、うん、そのうちね、それはキャラクター自体が強くなったらこっちのイカれる闘志の方でもいいし、まあその頃になったら全然秘跡も周回できるだろうから。そのクエストがまだ出てないですよね。秘跡の、はい、出てるし。え、やっぱ割ってんのこれ、もしかして。え、嘘。え、どれ、どれですか、あれ。これマルチ押すでしょ。あ、マルチなんすね。うん、でパーティー募集押すでしょ。はいはい。で募集する押すでしょ。募集す、じゃあ下の方に秘跡の眠る古代遺跡セレクション。ほんとやん。出とるやん、これ。ちょっと、まあまあこんな感じで、あの、そこ言っとけばレベルも上げれるし、秘跡も手に入るから、まあめっちゃおすすめ。いい、 こ, こ,、うん、ここレベル上がりやすいですね。だからこそ、スタミナ40以上にはしといた方がいいと思う。あの、冒険ランク上げてね。37、あと3足りないです。勉強になった。妖怪3足りないです。勉強になった。勉強になりますね、珍しく。珍しくためになった。ためになりました、エテさんの話で。ね、もう本当年に 2,3 回しかないからね、このエテのこういう感じのやつは。よかった、今日は当たり引いたな。当たりラッキーだね。おい。はい、ってなわけで今回はユーポンと秘跡回収でした。ありがとうございました。ありがとうございます。